皆さんこんにちは、加藤慶です。もう、正直、どうやって、あの、演劇にするのかなっていうのが、どうやるんですかね。もう、本当にあの、まだ僕は知らされてないんですけど、もうすごい楽しみにしております。キリンですね。動物園に行くたびにびっくりするっていうか、その知ってるんですよ。その知識としては、 あの、高いところの植物食べるために長くなったっていうのは、まあ聞いてはいるんですけど、毎回、おな、長えなっていうふうに、こう純粋に驚かせてくれるし、フォルムもなんか美しいじゃないですか。ちょっとこうバランスも高くて足が長くて。キリンは見逃せないですね。はい。あの僕はあの、ムーさんって呼んでるんですけど、あの村上さんのこと。まあ同じ劇団で、まあそもそもは高校の時に一つ上の学年で出会ってまして、まあ、 長いんですけども、えっと、舞台久しぶりにやるんで、ちょっと楽しみですね。はい。まあ、共演者の方は、まあ、あの、いろんな魅力的な方が、まあ、いるんで楽しみなんですけども、小川夏美さんとか、えー、野口薫、ぐいぐい来るタイプだと思うんで、まあ、負けずに頑張りたいと思います。これはね、きっと、あの、面白い、もう見たことのない、あのー、作品になると思いますので、まあ、絶対楽しめると思いますので、ぜひぜひお越しください。 残念系おもためミュージカル残念な生き物辞典、生き物たちの逆襲は2022年8月18日から東京池袋のアウルスポットで上演いたします。劇場でお待ちしております。